私は選ばれた宇宙の独裁者だ。私はこの地球が欲しい。ゴキのザウルスに捕まった中谷青年、そしてラーに連れ去られようとするリエ。さあスペクトルマン、どうする？娘を見殺しにしてもやむを得ん。青年を救え。できん、できません。なぜ逃げる？悪と戦え。助けて。うるさい。臆病者め、もはや勘弁ならん。解任だ。スペクトルマン解任か。だが俺にはできなかった。リエさんを見殺しにするなんて。よし、こうなればこの腕で取り返してみせるぞ。待て、ラー。何？待て。うるさい。リエさんを返せ。うわ。Yeah!
待て。スペクトルマン変身さえできた。スペクトルマンに次ぐ。僕は解任されたんだ。スペクトルマンなんて関係ないよ。ディエさんを助けるんだ。生身の体でラーに太刀打ちはできん。僕は壊されてもディエさんを取り返してみせるぞ。待て、強情者。仕方がない、変身を許そう。ありがたい。ただし中屋青年を奪い返した後は時を移さずネビラに送るのだ。了解したのか、スペクトルマン。了解。よし、変身せよ。待て。あっ、おっ、やったガモ、大奮戦だったそうだな。いやー、本当はね、やられっぱなしだったんですよ。いやいや、相手は化け物、仕方なか。結局はスペクトルマンが始末してくれたんだろ。でも僕の見た限りではね、あのゴキブリみたいな怪獣は死んではいませんでしたよ。目を閉じてごらんなさい、中谷さん。後悔？本当に良くなったのね。もう暗くなっても怖くない？ああ、君のおかげだよ。君はあの猿に捕まってても僕のことを。今日も外はスモッグだろう、東京に住んだお空が戻らないうちは僕の病気も全開とは言えないんだ。ねえ、いいことがあるわ。私の田舎へいらっしゃいよ。橋立てから山へ入ったところ、偏僻なところだけど空気がおいしいわ。
太陽と青空がふんだんにあるわ。太陽か、懐かしい言葉だな。僕は奥青梅の生まれだけど、子供の頃見た朝日は生まれたての火の玉だった。今じゃ消えかけたタトンじゃないか。ねえ、それがいいわ。東京に住んでたら今田舎屋さん本当に狂ってしまうわ。ちょっと、それは困るな。あら、なぜよ。なぜったって、永井君の病状はね、公害病研究の重要な資料だからね。だからって、永井さんをこのまま汚れた町に置いとくつもり？賀茂君は永井さんの病気が再発しても構わないっていうの。いや、無論そんなつもりじゃないけどさ。治してやるついでに羽の筋肉を強化しておいた。これでゴキノザウルスはスペクトルマン以上に楽々と空が飛べるだろう。光線マッサージやめろ。ラーエン、操縦機。せっかくの海流も無知なものには使いこなせんと見えるわ。なにこれ。いざ行け、飛べゴキノザウルス。手始めに単なトンネルをぶち壊せ。貴重なデータだなんて、永井さんは書類じゃないのよ、人間だわ。それを生体実験するみたいな言い方許せないわ。そう、その通りだ。だから僕も文句言ったんだが。誰に文句言ったのよ、あなた。つまりその、文句を言おうと思ったんだ。誰よ。ママ、遠藤君、興奮しちゃいかん。だってボス。いや、君の言うことは分かる。だがね。ボスまで賀茂君の味方じゃないですか。汚い、遠藤君。生体実験というのは言い過ぎだね。医学の粋を尽くして、永谷君の公害病を根治しようと言っているん。しかもそれが第二、第三のスモッグによる被害が現れたときに、素晴らしい道しるべになってくれるんだ。永谷さんは太陽が欲しいって言ってるんです。太陽さえあれば治るんです。二度と東京に帰らなきゃいいんです。あるいはそうかもしれん。中井君一人についてはね。だが東京には1000万人の人間がいるんだ。もしその人たちが中井君と同じ発作を起こしたら、君は1000万人の人間すべてに田舎へ行け、東京へ帰る、そういうつもりかね。怪物だ。あ、ボス、あれを。ガモ、どうったんだあいつ。今しがた廊下へ出たようですが。相変わらずで野獣馬だな。怪物を見るつもりで庭へでも出たんだ。カトルマンに次ぐ体重ゴキノザウルスの全貌が判明した。ゴキブリを母体にゴリの手で3次元拡大再構成した怪獣である。生命力すこぶる強靭、全身装甲に鎧われたるごとし、直ちに変身せよ。了解。スペクトルマンだ。相手によってゴキノザウルスがどんな目覚ましい活躍をするか。ここから勢いつけて単なトンネルをぶち抜いてくれ。お、スペクトルマンです。なに、トンネル破壊は後回しや。まずスペクトルマンを倒せ。ドリル同然。その手は食わんぞ。
しまった素早いことでは誰にも負けんゴキブリを怪獣化したのだ。スペクトルマンといえども追いかけっこではかなわないよし、ややおのれスペクトルマン、まさかあそこで休憩するとは。この思いやがったぞ。次の手だ。今だ、スペクトルマンの足を変えて飛び上がれ。ゴキのザルスを退治したぞ。
ない。富士山麓に燃え尽きた怪物の残骸を残してスペクトルマンはいつにやった飛び去りました。かっこいい。無力だ。怪物を一撃のもとに打ち倒し、怪物と戦うのがスペクトルマンなら公害と戦うのは我々だ。だがスペクトルマンの働きに比べて一体我々は何をやったというんだ。スモッグを消すこともできない公害調査局、スモッグが原因でかかった病気さえ治せないんだ。俺たちは無力な戦いを積み重ねて一体いつになったら東京の空に太陽が蘇るんだ、青空が息を吹き返すんだ。及ばずながらお手伝いさせてください。君、公害病研究の手がかりとなれば幸いです。僕の体を使ってください。中江さん、僕一人の体じゃないんだ。僕に起こったことは東京1000万の都民の誰に起こるかわからない。その時のために存分に僕の症状を調べてください。中江君、ありがとう、よく言ってくれた。しかしこれではネビラへ送ることはできない。おい、ダモー君どこへ行ってたんだ。ジョージ、あんまり心配ばかけちゃいかんたい。大方スペクトルマンの活躍を見とったんじゃろう。チェ、自分たちなんてテレビに夢中だったくせに。大学で精密検査を受けた後特別ルートに入るんだそうです。当分皆さんにはお目にかかりませんね。中谷さん、お元気で。もちろん僕が元気になれば後に続く抗がん病の人たちも治るんだ。代表として頑張ってきますよ。それからリエさん、僕が治ったら百合の花を送ってもいいかい。受け取ってくれるね。ええ、ありがとう。じゃあ。征服を目論むゴリは過疎地帯にネズバードンを送り、雨と雷で地球を襲う。闇の中を逃げる郊外 G メン、スペクトルマンとネズバードンの決闘。さあ来週をお楽しみに。敵の時が来た。わあ、私は科学者、宇宙へ。